アリス・オブ・バッテンバーグ。アリス・オブ・バッテンバーグ。1885年2月25日から1969年12月5日は、ギリシャ王子、アンドレアス・ゲオルギオス一世紀の4男の日。イギリス王ハイエディンバラ公、フィリップの母。ギリシャ語名は、アリキ、ギリシャ語表記、ラテン文字表記。ドイツ語名は、アリーツェフ・ォン・バッテンベルク。 初代ミルフォードイコールヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンとその妻である、ヘッセン大公女、ビクトリアの長女として、ウィンザー城で生まれた。彼女が生まれた当時、父は、ヘッセン大公家に連なるものとして、ドイツ製、バッテン、ベルクの、英語読み、バッテンバーグを名乗っていたが、アリスの結婚後の1917年に、イギリスの国民感情に関って、より英語的な、 マウントバッテンに改正している。アリスは、ダルムシュタット、ユーゲンハイム、ゲンヘッセン州ダルムシュタットイコールリーブルク軍、マルタ、イギリス海軍士官だった父の赴任先やロンドンで育った。幼い頃言葉を発するのが遅く、話せるようになっても発音が不明瞭だったため、母ビクトリアはアリスを自ビカの専門医に見せた。その結果、イデンによる、 先天性の難聴である診断学だった。母の励ましとアリスの努力もあって、彼女は独身術を身につけ、英語とドイツ語を話し理解できるようになった。家庭で教育を受けてフランス語を学び、婚約後はギリシャ語を学んだ。彼女は、ヨーク公、ジョージ、後のジョージ5世と、テック公女、メアリーの結婚式で、ブライズメイトとなるなど、幼い頃から、 イギリス王室の一員として育った。1902年、オジエドワード7世の戴冠式で、ギリシャ王子、アンドレアス、家族内では、アンドレアと呼ばれていたと出会い、二人はたちまち恋に落ちた。1903年10月にアリスは、ダルムシュタットで、アンドレアスと結婚し、ギリシャのグリクシンブルク王家の一員となった。結婚式の後、アンドレアスは、 軍人としての任務を続行し、アリスは事前活動に没頭した。1908年、ロシアを訪問した際に、おばエリザベータと会い、信仰厚い看護婦たちを集めた、修道会を設立したいというおばの案に深く、眼化された。ギリシャへ戻ると、王政に敵対する不穏な空気が流れていた。バルカン戦争になると、アンドレアスは、軍人として、身を投じ、アリスは看護婦として、 野戦病院で働いた。後にこの功績を称えて、ジョージ世から王立赤十字勲章を授けられた。第一次世界大戦が始まると、夫のニー・コンスタンティノス一世は、選挙で選ばれたベニゼロス政権をないがしろにし、申請を志こうとした。1916年12月、フランス軍の爆撃を受けたアテネで、アリスと子供たちは、宮殿内の地下号にこもっていた。 結局、王は退位し、ギリシャ王家はスイスで亡命生活を送ることとった。1920年にコンスタンティノスの福井が叶い、一家はギリシャへ戻って、コルフ島に住居を構えた。しかし、ほどなく起こった起土戦争で実権は軍事政権のものになり、王は退位し、亡命、軍を動かして、クーデターを起こそうとしたアンドレアスは政権に捕らえられた。 一家はイギリスの圧力で救出され、イギリス軍艦に乗り出し出した。一家はパリ郊外の借屋に暮らし、アリスはギリシャ難民のための店を手伝った。彼女は深い信仰心を持つようになり、1928年にギリシャ政教に改修した。彼女はこの頃から統合失調症を患うようになり、1930年にベルリンのサナトリウムに入所した。 後、家族により、スイスのサナトリウムに移された。そこは、有名人や上流階級の患者が多いことでられ、アリスと同時期に、バーツラフ・ニジンスキーも入所していた。娘たちは1930年から1931年にかけて、ドイツ貴族と結婚したが、アリスは娘たちの結婚式に出席しなかった。年少の長男フィリップス。フィリップは、イギリスで、彼女の弟。 ジョージ・マウント・バッテン、第二代ミルフォードイコール平分公爵と、ルイス・マウント・バッテン卿、母・ビクトリアらによって育てられていた。2年余りをサナトリウムで過ごした後、アリスはメラーノの病院に入った。彼女は母・ビクトリアと連絡を取り合っていたが、1937年に予想できない悲劇が起こった。飛行機事故で、ヘッセン対抗品になっていた三女、セシリアの一家が、 自己死し、唯一無事だった孫ヨハンナも、わずか2歳で病死したのだった。1938年、退院したアリスは、一人でアテネに戻り、二つの寝室しかないフラットに住みながら、貧しい人々を援助する活動を始めた。第二次世界大戦では、アリスは極めて難しい立場に置かれた。娘たちのトラは、ドイツ側に立ち、息子フィリッポスは、 イギリス海軍士官だったからである。アリスの母方の重慶ビクトールツーエアバフハイコール、シェーンベルク、父の姉マリー・フォン・バッテンベルクの子は、1941年から、中アテネドイツ大使だった。ギリシャ王家の大半が、南アフリカ共和国へ逃げた中、アリスと、義士、エレナ・ウラジー・ミロブナ、ギリシャ王子ニコラオスヒ、ケント・コ夫フジン・マリナの母だけがアテネに残っていた。アリスは、 義兄ゲオールギオス所有のミスボらしい家に移り住んだ。彼女は赤十字社で働き、炊き出しをしたり、スウェーデン王大使妃となっている妹ルイーズから医薬品の提供を受けて活動に使った。彼女は二つの避難所を孤児や不老児のために組織した。1943年のドイツ軍侵攻でアテネが占領されると、ユダヤ系ギリシャ人の大半、およそ7万5千人いたという、 ユダヤ人のうち6万人が強制収容所に送られ、2000人が殺されたと言われている。この不幸な時代に、アリスはユダヤ系の未亡人ラケル公園と二人の息子たちをゲシュタポからかくまった、ラケルの暴府ハイマキは、ゲオルギオス一世を援助したことがある。ラケルの息子はナチスに怯えたこの頃のことを忘れず、後にギリシャに残った王族が自分たち家族の命を救ってくれたと、 アリスを称賛した。彼女の戦時中の人道行為は戦後、イスラエル政府により、諸国民の中の正義の人に劣せられ、称えられた。1944年10月、アテネが解放されると、ハロルド・マクミランがアリスの元を訪問した。彼女が食べ物にも困る状態にあったと彼は言及し、事実、アリスはフィリッポスに当てて、パンとバター以外食べ物を食べていない。 お肉なんて何ヶ月もよ。と書き送っている。解放されてすぐにイギリス軍の守るアテネは共産ゲリラに攻撃された。この内戦の最中、夫アンドレオスがモンテカルロのホテルで死んだ。二人は1939年を最後に会っていなかった。1947年4月、アリスはイギリスへ戻り、11月には海軍隊員となっていた息子。 フィリッポス、フィリップ・マウント・バッテンと生命を改め、英国国境界に改修して、ギリシャ・デンマークの多い継承権を放棄したと、ジョージ6世の後継者、エリザベス王女、後のエリザベス2世の結婚式に出席した。アリスはバッテン、ベルク家の年長者として、ウェストミンスター寺院の北側に、国王夫妻と向かい合って座った。この挙式には、国民のハンドイツ感情を考慮し、 アリスの娘たちは招待されなかった。1949年より、アリスは聖教会の修道所として、看護をする修道所の組織を設立した。1953年に行われたエリザベス二世の戴冠式では、修道所の装いで出席した。1967年4月、軍事クーデターが起こったのをきっかけに、アリスは、 息子夫婦の住むバッキンガム宮殿へ移り住んだ。同年12月、王党派のクーデターが失敗し、ギリシャ王コンスタンティノスに政府祭は亡命した。1969年12月、アリスはバッキンガム宮殿で亡くなった。遺言でイスラエルオリーブ山の麓のゲッセマネにある、聖マリアマグダレナ修道院に埋葬してほしいと、言い残していた。 墓をもう出るのに遠すぎるという親族の反対もあり、彼女の意志が叶えられたのは1988年のことだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。